もうあれが一番よ。マンスリーサンフレッチェ年末の特別編。さあ2021年ラストのマンスリーサンフレッチェということで、見てくださいよ、カズさん。いや、今日はですね、そごう広島店にありますみっちゃんのみやびさんにわざわざ場所をお借りしまして、昨日もここ来ました。昨日ここ来ました。はい、よく使わせてもらってます。これからもよろしくお願いします。でところで俺は何も聞いてないけど、今日何をするのここで。このマンスリーサンフレッチェが、うん、なんと16回目です。おお。昨年からまあこれマンスリーに限らず、まあ、お二人が、まあ、YouTube、うん、いろんな企画に挑戦していただきましたよね。まあいろんな企画っていうのはもうやらされてる感が半端なかったけどね。楽しみながら言って、前向きにやっていただいて、前向きに、はい、やりましょう。はい、一つの映像にですね、お二人のこう、うん、YouTuber としての活躍をまとめましたので、お完全にね、いじりに来たね、これ。完全いじりに来たね、これ。そんなことは決して言ってない。うん、もうせっかくなんで、はい、もう映像見させてください。はい、どんなのがあったっけな。まあ引退という、はい、あの形を取ることに決めました。僕にとってサンフレッチェ広島は人生の全てでした。19年間本当にありがとうございました。マンスリーサンフレッチェ、イエーイ。月末新企画、そのままもう一回行きましょう。動画の最後には視聴者の視聴者のって言ってストップ。新企画サンフレヒーロー突撃インタビュー始まります。おめでとうございます。まあ、やっぱ書いてるやん。森崎兄弟ストレス発散書いてるやん、やっぱり。もう丸くなったね。ここはちょっと勝った。広島はもう大好きです。大好き。一生痛いぐらいです。一つ下の階の人もいるよ、ずっと。ちょっとね、あの、いい写真をね、使ってます。今回はあの私のミスで、はい、音声が全く取れておりませんでした。広報の浜田と申します。この度は私の不手際によって、広島を代表するレジェンドに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。ユニオールサントスのシュート、やはり決めたのが新加入ジュニオールサントス。川辺だ、川辺のシュート、見事なカウンター。コーナーフラッグ付近のボールキープ。このラストチャンスに自分の人生をかけてみたいと思い、チャレンジすることに決めました。これからのサンフレッチェ広島を背負う若い選手や
アカデミーの子たちの夢や希望となれるように頑張ってきます。まあ、あいつはね、そうだな、僕はこの中に入ってそこから飛び出してる。いや、これ奇想天外ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろカズさんとも絡みたい。全然似合ってねえじゃん。いや、あよまいた、あよまいた、絶対使って。そうだね、ちっちゃかった。そんなすごい。それはまあ、あ、おい、お前勝手に回すなよ。お前回してやろ。やってみよ、お前。はい、お前もやるよ。カキのね、味がしっかりしてます。めっちゃしがみついて、でも俺はもう、ここ襲うみたいな。手つくばっかり言って、分かるやん、性格見て。まあまあできないっす。負けあぶね、ダンスある。あ、言ってよ、ダンスある。ちょっと食べやすい。どう、どうすか。いや、薄い。それはないです。見えた、やっぱ見えた。あ、まあ、懐かしいね、なんか懐かしい、やっぱり。どうして1回目の映像もあったと思うんですけど、いや、もうひどかったね。もう1回目からね、なんかこう2人で進めていくっていう不安しかなかったからね。まあ俺は MC やった感じはないけどね、全部工事任せっきりでさ。特になんかこう記憶に残ってるというか、パッと言われて、いや俺すぐ出てくるよ。俺もすぐ出てた。俺はもう逆ドッキリよ。いや、そうよ。もうあれが一番よ。俺もう本当騙されたからね、あれ。ガチで。俺は本当ああいう流れになると思ってなくて、もう絶対にこいつを騙せると思って。いい企画お前考えたなと。蓋開けてみたら逆やん。逆俺騙されてるやん。冷静に考えてみんや。絶対俺じゃないじゃん。俺が仕掛けられとったら、まあ多分今後協力を得られないと思ったとこもあったやろ。はい。はいってない。逆にこうやってみたかった企画とか。俺だからもうずっと言っとるじゃん、あの街ぐらみたいな下みたいなとか、はい、突撃ホームとかめちゃくちゃしたかった、ね、突したかった。ああいうなんかちょっと無茶だなっていう企画というか、ちょっとこれもしかしてやるとあの炎上してしまうんじゃないかなっていうギリギリのところをついた企画とかやってみたいです。なかなかこう、まあ、話しづらいタイミングとか、そうね、いろいろと、まあ、葛藤がやっぱり、そうだね、なんかあったかなっていう部分も、まあ、視聴者の皆さんに分かってもらいたいのはやっぱり中にいる人間なんで、どうしてもなんかこう本当にとの本店がやっぱ出せてないっていうのが、はい、正直なところで、まあ、そこは難しいところでね。そうですね。ね、うん、ということで、今シーズンね、うん、マンスリーサンフレッチェをお届けしてきましたけど、うん、母さんどうでしょう、この1年を振り返って。で、まあ、この1年間あのたくさんの方にね視聴してもらって、まあ、本当感謝の思いがいっぱいなんで、まあ、これからもねあのサンフレッチェの応援をしていただけいただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。まあ来年ね、監督が新監督を迎えますんで、また新たなねサンフレッチェを、まあ、たくさんの方に応援してもらいたいなと、たくさんの方に来ていただきたいなと思います。
それでは、うん、皆さんまた来年元気に会いましょう。良いお年を。最後も噛む。噛んでこそよ俺らは。